初めからまとめて契約してくれれば手間は省けたが。バカ野郎、お前が実は使えないやつなら丸損じゃねえか。こういうのは少しずつテストしていくもんだ。まあどちらでもいい。報酬を確認次第行動に入る。はいはい、ネット銀行で振り込むよ。その必要はありません。悪事はつくも神がお見通しです。何？悪は美少女の前に滅び去るのだ。まさかここを見破るとは。分身してのかく乱など用心深い撤退、実にお見事でした。だけどオラたちの追跡にも気合が入ってたんだぜ。さあ油山とかいうやつ、お前の罪を数えろ。バレちまったじゃねえか。ボゲ不覚だ。忍者として恥じるべきもの。せっかく高い金出して忍者雇ったのによ。俺を守るような話の流れからして当然。今の契約にそれは含まれていない。お前が値切った。おしゃべりはそこまでだ。なぜこういうことに手を貸した？忍びに動機を問うとは。仕事、それに尽きる。現代において忍びの利用価値は低まってきている。ならば教えていかなければならない。我らがどれほどのものかを。これは不況だ。じゃあ今度から受ける仕事はもう少し考えるんだな。でないとこんな風に怪我するって学べ。分身の術。全員吹き飛ばす。川上流無双聖剣図剣乱れ打ち。うわー。さーてお前さん、しょっぴくぜ。ま、待て、俺には悲しい過去があるんだ。俺、ニエスから落とされて、みっともなくて、なんとしてもこの試験で返り咲きたいからひどいことしたけど、改心するよ、心から。次。申し開きは、お知らせでいいな、ボーイ。任務達成ですね。スピード解決だ。これでヤマトの身も安全だな。あとは、テストが開かれるかどうかですね。なるほど。ことの顛末は分かったぞい。で、試験開始の有無、どうするでおじゃる？慈悲の心で一日遅くして行おう。が、はっきり言って今回襲われた奴ら、危機管理ができてないわい。無事だったうち二人は、その誘惑を断った奴らだしの。了解でおじゃ。そのように手配する、の。さて試験結果はどうなるかの。義経は今日普通の白米にしたのだが、こんな時に限ってあれが来ない。あれっていうのはこの納豆のことかにゃ。うん、それだ。もう時々納豆を食べないと落ち着かなくて。このネバネバしたのが欲しいと。うん。お試し期間は3回で終わりだから50円かかるけど。ああ、それなら払うぞ。まあまあ、話は最後まで聞いてよ。義経が美味しいって松永納豆を褒めてたことをみんなに言っていい？いいなら毎回タダでサンプルあげるよ。え？なんだか、むしろ申し訳ないな。それでいいのか？全然。じゃあ交渉成立ということで、調教完了。義経もおすすめ松永納豆って宣伝できるね。速報です。ニエス臨時選抜試験の結果をお伝えします。あ、名前読み上げるみたいだよ。いけるって。大丈夫大丈夫。試験の結果、ニエスに組み込まれるのは、ニエフ、直江大和くんに決定しました。おお、大和くんがニエスの1位になるとは素敵ですね。サクッと受かるあたりやるじゃないの。ふーん。
来る以上はもう山猿とは言えんな。よかったな、与一。直江君とは仲がいいものな。得意点がクラスに2人か。危ういな、こいつは。私にはかなり嬉しい出来事だ。祝い川上水。おお、受かってるで、ソロ。よしよし、さすがヤマト。私の射程だな。でもちょっと遊ぶ機会が減ると思うと寂しいね。何、うまくやりくりできるさ、ヤマトなら。それもそっかな。じゃあお祝い納豆送ろうっと。あの手この手で試供品をばらまいてるで、ソロ。決めたな、おめでとうさん。だるまに目をかけ、ほら。大したものではないか。見直したぞ。万歳万歳。結果良ければ全て良しだろ。お返しはいらねえぞ。可愛い子紹介してくれればいい。めっちゃお返し要求してんじゃん。ヤマト君は明日が最後の F 組授業か。おめでたくもあり寂しくもありですね。まあ S 落ちすればすぐ戻ってくるんだけどね。あれ？ってことは土曜の水上体育祭、もしかしてナオッチ S 組サイド？なんと、いきなり敵になるわけか。このまま無事に送り出していいもんかね。お前の力見せてもらったぞ、直江大和。謙遜するでない。褒めようにも頭に手が届かぬわ。しゃがめ。よしよし、できるやつだ。エステも精進するのだぞ。良いことをしたら頭を撫でる、基本だな。うむ、期待している。一層茎のために奉公せよ。そうすればたっぷりとご恩を出そうではないか。今日はズバリ水上体育祭ってことで、お前はこっちのクラスだからな、直江。やっほ、こなたへの敬意を忘れるでないぞ。いきなり水着の付き合いというのも運命的です。やっほーい、君も S、 僕 S、 ウェーイ。マシュマロあげるね。ユキとコミュニケーション取るとはやるじゃん。なんだ？そうか？なんかもうだらしねえ体じゃん。おう、直江大和、 S 組によく来たな。門から話は聞いている。ずいぶんお前を買っていたぞ。委員長なぞむずがよい、大王でよいわ。突っ込むも何も、日本男児のスタイルではないか。その通りですよ。
発言には気をつけてください。やあやあ、これからもよろしく。エスで義経たちと楽しく学んでいこう。普通のとは違うぞ、源氏のスクール水着だ。当然サボり。それ今義経に言うと暗くなるから。直江大和、こちらでもよろしくな。私は21だぞ。私が来たらいかがわしいだろう。え？かわいいか、世辞に決まっている。直江大和か。この水上体育祭ってのはクラス対抗形式でよ、優勝したクラスには水に関する豪華景品が出るぜ。こなたたちは持っているものばかりだしの。それなりに頑張りますか。だよね、君たち裕福だもんね。さあ2年の諸君、男女混合でトリオが組めるぞい。やっぱこの組み合わせでしょ。うむ、負ける気がしてこないな。クック、牛娘風間ファミリートリオだよ。女と組みたかったな。ぶつくさ言うな、これが最高だろ。足を引っ張らないように頑張ろう。チカちゃん、ハドラちゃん、よろしくです。うん、リラックスすればいけるよね、あたしら。くー、やはり野郎どもと組むことになるのか。水上体育祭か、心から腐った響きだぜ。まあまあ、二人ともよろしくね。せっかく男女混合にしとるのに、男子は男子、女子は女子とばっかり、シャイじゃの。心ではいっさと組みたいけど組めない。それもブルースプリングだね。でもどこにでも勝ち組やろたなはいるものさ。直江くん、 S に来たばっかりだろ。義経たちと組もう。私たちも3人目がいないしちょうどいいんだ。ん？だからどうしたというのだ。心配しなさんな。 S の弛緩した空気を見てよ。別に負けてもいいって空気でしょ。だから一着じゃなくても怒られないだろう。全部が全部一番じゃ義経疲れちゃうよ。はーい、いらっしゃい。よろしく直江くん。しゃあないね。いいよ。もちろんだ、義経はとことん付き合うぞ。じゃあヤマトは三人四脚の真ん中だな。うん、義経たちでバランスをとってみる。ヤマト元気でやっているかな。あ、ちょっと気になるよね。僕もなんだ。三人一組ペアなんてクラス変わった直後の人間には拷問だと思うんだよ。ちょっと様子を見に行ってやろうか。うん、落ち込んでいたら慰めてあげようよ。よし、ちょっくら S 行ってくるわ。はい、1212。そうそう、いいリズムでいけるな、義経たちは。しかしヤマト、こうして見ると結構鍛えているね。